こんにちは、シーバードです。今回はクライベイビーミニをご紹介させていただきたいと思います。このクライベイビーミニなんですけれども、どれぐらいミニなのかというと、通常のクライベイビーと比べてみるとこんなにも違うんです。まあ、サイズとしてはハーフなんですけれども、重量としては3分の1ぐらいなんじゃないかなというふうな感じがします。ワウのサイズというよりはですね、どちらかというとこのボスのコンパクトエフェクターとそんなに変わらないサイズというところで、かなりコンパクトですね。そんなコンパクトなクライベイビーミニなんですけれども、お値段的にはですね、オリジナルのクライベイビー GCB95 よりも高いんですよ。まあその理由の一つとしては、このちっちゃい中にですね、スイッチの切り替えがついているんです。3つのモードを切り替えることができるようになっていて、ロー、ヴィンテージ、そしてオリジナルの GCB95。 では中身開けてみましょう。ご覧ください、非常に綺麗な作りになっております。スイッチはここですね。ここが 3way のスイッチになっております。文字が書いてますね。 HML ロー、ミッド、ハイみたいな感じですかね。こういった感じでですね、音には非常にこだわりを感じますよね。皆さんが一番気になるのはやはりこの踏み心地じゃないかなと思うんですよね。僕もまだ使っていないので、この後ですね、弾いてみて通常のワウとの感覚がどのように違うのか、ぶっちゃけ踏みやすいのか踏みづらいのか、その辺はですね、試奏の後にコメントさせていただきたいと思います。では音を鳴らしていきます。踏んでみた感じの感想なんですけれども、まあ、最初はねやっぱり違和感がありますね。でもね、慣れると全然問題ないです。ただ人によって癖があるのでね、こうつま先で感覚をつかむ人とかかとで感覚をつかむ人、あと僕なんかそうなんですけど、土踏まずでですね踏むタイプなんですよ。まあ、それぞれね皆さん癖があると思うんですけれども、つま先でいつもこう感覚をつかむ人はかかとを置けないので、ちょっとね安定感慣れるのに時間がかかるかなと思います。かかとの方で重心を取る人はそんなに違和感なくいけるんじゃないかなと。僕みたいにですね土踏まずでこう操作するタイプの人は一番違和感なくですね使うことができるんじゃないかなと思いました。では続いてはですね、スイッチを切り替えて鳴らしていきたいと思います。最後にこちらのですね、クライベイビー5359も鳴らしていきます。
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ聞いてる分ではねちょっと分かりづらかったかと思うんですけれども、踏んでる人はね非常にこの感覚の違いに気づくんじゃないかと思います。ローはですね、こう上の方まで行かないとギャンギャン系が鳴らないと、結構ローの方低い方で音が稼働しているという風な感じで、でミッドだとこの真ん中あたりですね、真ん中あたりでワウッとなると。これはですねご本人の癖によってやりやすい位置を選べばいいと思います。音もね全然引けを取らないというか、むしろ可動域はですねこの5359よりも広いです。踏み幅が広いので、ここですね、この踏み幅が広いのでよりえぐみのある音をミニクライベイビーの方が作れると思います。見た目的にも非常に可愛いですしね、踏んだ感覚にちょっと心配がある方はぜひぜひですね楽器屋さんで試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。